そのガーシーさんの元自宅ですかね、お母さんとかが住んでるんですかね、そこにですね強制捜査が、入ったということでですね、まあ、関係先としてですね77歳の母親は YouTube のことなんか知らんと、まあそれは確かにそうだなと、まあ単純にこれ警察の嫌がらせだと思われます。私の運転手やってた斉藤健一郎君がついにガーシーの後を継いで、参議院議員になりましたけれども、そのガーシーさんの元自宅ですかね、お母さんとかが住んでるんですかね、そこにですね強制捜査が、入ったということでですね、まあなんかガーシーさんが動画で怒ってたみたいですけど、要は3人に対する常習的な脅迫、によってですね、綾野剛さんとかですね、川上信夫さんとかが訴えてたわけですけれども、その告訴が受理されて警察が今動いている、そしてCPO を通じて国際手配されてるようなんですけれども、まあなかなかそれぐらいの罪でですね UAE ドバイ政府が身柄を拘束するかというと、なかなかそれは難しいかなというふうに、まあ日本の警察もそこまで力はないというふうに思います。まあただね、長期滞在ビザとかおそらく持ってるんだと思いますけれどもね、 FC2 の高橋さんがグリーンカードだって言ってたけど、あれ米国籍なんですかね、彼はね。確かにそうでしたね、グリーンカードじゃなくて米国籍のはずです。奥さんも多分そうなだと思います。米国のパスポートも持ってるはずですね。まあガーシーさんそれ多分持ってないと思うので、なかなか難しい状況がありましたけれども、で今日もなんかモンテネグロっていう、まあ、旧ユーゴスラビアの国に潜伏していたテラっていう仮想通貨を、暗号資産ですかね、それで詐欺を働いたとした韓国籍の男が逮捕されて、身柄拘束されて韓国政府に送られましたけれども、まあそのような大事件でもないので、おそらくそういったことにはならないと思いますけれども、まあ関係先としてですね77歳の母親は YouTube のことなんか知らんと、まあそれは確かにそうだなと、まあ単純にこれ警察の嫌がらせだと思われます。はい、ということでですね、もう一回でもね、こういう形で食らいついたらですね、話さないみたいな感じなんですけれども、やっぱ国際手配となるとなかなか難しい。前も話しましたけれども、ルフィみたいなですね、まあ強盗殺人みたいな感じの親玉ってなるとですね、それはフィリピン政府もですね、黙っちゃいられないっていう、ことにはなると思いますけれども、まあ、今回の件はですね、そこまではいかないんじゃないかなというふうに思います。ずっと居続けるんじゃないですかね。日本にはもう帰ってくるつもりはないみたいな話だったんで、もしね、帰ってくるんだったら参議院議員の身分があったうちに帰ってきた方が良かったですね。別にこれは公職選挙法違反とかですね、政治資金規正法違反とかですね、汚職とかじゃないんで、議員の身分はですね、おそらく執行猶予判決つくと思うんで、議員の身分はですね維持されると思うんですけれども、立花隆さんは川上信夫さんとか、綾野剛さんとか多分説得をして告訴取り下げみたいなことをやろうとしてますけれども、それはできるかどうか分かりませんが、まあ、当面膠着状態が続くんじゃないかなというふうに考えております。ガーシー元参議院議員に、逮捕状が出たということで、ICPO を通じて国際手配されるということになりました。日本にね帰ってきて、国会に出て参議院議員のままでいれば、まあ、不逮捕特権はあるものの、多分逮捕許諾請求は出て逮捕はされたと思います。家宅捜索をされた時にその話はしてましたけれども、まあ、大体警察とか検察が家宅捜索したら大体それは証拠を集めて逮捕起訴するためなので、逮捕状が出ること自体はですね、想定の範囲内だったわけですけれども、多分ベストウェイは僕的には日本に帰ってきて、その逮捕はされるものの、まあ、実刑は食らわないし執行猶予なり、罰金刑っていうものだったんですけれども、もう本当に逮捕されたくないと、いうことが多分すごく大きくあったんでしょう。まあガーシーと仲がいいと言われてる秋田さんとか FC2 の高橋さんとか、まあ FC2 の高橋さんはね、グリーンカード持ってるのがでかいのよね。アメリカの永住権持ってるんで、あっちのパスポートがあるんで、もうめちゃくちゃ強いんですけど、秋田さんとか多分持ってないはずなので、でもね、パスポートって買えるんですよね。多分数千万円払うとパスポート買える国があって、多分そういうところでパスポート買ったのか買うのか、おそらくそんな感じになるんじゃないかなと。まあ、なんかもうドバイってそういう人たちばっかりなんで、日本の論理なんか関係ねえよみたいな、 ICPO から手配状来ても知るかボケみたいな、金持ちなんだから大丈夫みたいな感じで、まあさすがにね、殺人犯とかハイジャックとかそういう人たちだったら引き渡すかもしれないですけど、ガーシー程度だと多分犯罪者引き渡し条約も結んでないし、カルロスゴーンと一緒で逃亡し続けるんじゃないかなと僕は予測しております。日本の警察もドバイの政府とかになんかごちゃごちゃ文句言うんだろうけど、知るかボケっていう話に、多分結論としては僕はそういう風になるんじゃないかなという風に思ってます。
実際ドバイってそういう人たちが多分世界中から集まってくる国、お金さえあれば何でもできるみたいな感じの部分っていうのはあるんで、だからまあガーシーもそういう選択をしたんじゃないかなと、そういう見込みがあったからこそ、だってこれでさ、パスポート剥奪されて、ドバイにいられなくなったら困るじゃないですか。だからそういう見込みがね、日本に強制送還なんて話になっちゃうと大変なんで、まあさすがにね、この間の特殊詐欺から強盗の指南役になったルフィ一味が、フィリピンの入管に収容されてたのをこう日本に強制送還されましたみたいなニュース流れてましたけれども、まああれは本当に殺人及び殺人教唆、こういったもののまあ結構重罪なので、ああいった形で国際的に犯罪者引き渡し条約ないんだけれども配慮してっていう形になりましたけど、ガーシーの場合はそこまでやるかなっていう、まあ国会議員の身分を剥奪したままで、まあその程度でいいんじゃないかみたいな話になるんじゃないかなっていうふうに僕は予測はしております。もちろん予測外れるかもしれないですけど、まあ、基本的にガーシーは逃亡し続けるんじゃないかなと思いますね。もう日本に帰りたくないってあれだけ言ってるわけですから、それはある程度自信がないとそれは言えないはずなんで、ということで、まあこれで幕引きになるのかな。もしこれで幕引きになったとしたら、さらにまあガーシーの攻撃はもしかしたら止まらないかもしれないですよね。いや、でガーシーはだからもう戻ってくるっていうことを本人は言ってるので、マジっすか。ただ具体的な日は決めてないですよ。そうなんですか。ただ確かにまあ脅迫と名誉毀損なんで、もうだったら戻ってきて任意の事情聴取受けた方が、まあむしろスッキリするんじゃないかなっていう気はしますけどね。だからちょっと弁護士とそこは相談してると思います。どうでも任意の聴取とかそのまま持ってかれることありますよ。もういや、もちろんだから、そのまま持っていかれることがあるので、はい、だから僕としたら変えていてほしくないですよ。上司の立場としては変えていてほしくないです、でも僕がガーシーの立場だったら変えてきます。日本それぐらいのことだったら、まあ逆にその脅迫と名誉毀損ぐらいであれば、誰に逮捕されたとしてもそんなに長いこといるわけじゃないので、であればもうそこでクリアした方がやりやすいんじゃないかなと思う。あれ罰金刑だと失職するんでしたっけ。罰金刑はセーフです。いわゆる収監されなければセーフです。あ、収監っていうかあれですね、刑務所。いや、執行猶予は、執行猶予セーフです。あ、そうなんですね。いや、僕執行猶予。あ、そうか、はい、いわゆるその政治家としてやっちゃいかん法律が3つあって、贈収賄と公職選挙法と政治規制法。この間千葉の人が略式で、衆議院議員が政治資金4000万載せないで略式起訴されます。で、略式は有罪なので、罰金刑でも失職なんですよ。へえ。彼はもうどうしようもなかったんですけど、ガーシーの場合はついに来るんじゃないですか。ガーシーが来るっつったら大変なことになるんじゃないですか。ああ、そう、もうなんか